ラチャンネルのサラです。今日も一緒に遊ぼうね。それではレッツゴー。サラチャンネル始まるよ。急に暑くなったわね。私のベイビーちゃんたち、あなたたちは温度管理がしっかりされていて羨ましいわ。まあ私がしないとダメなんだけどね。たまには感謝してくれると嬉しいわ。生き物を育てるって大変だわ。ちょっと冷蔵庫の中に沈みに行こうかしら。ベイビーちゃんたちすぐ戻るからね。一体何が起きた？水浸しにしたのはどこの誰？そうなんです、暑い日に冷たい飲み物をコップに入れてるとコップが汗かいたようになる。そこに宿題のプリントがあればべしょ濡れです。宿題してなくてよかったわ。でんでん公園到着。行こう行こう。何から遊ぶ？わーい、トランポリン最高だな。学校にもあったらいいのに。楽しいね。ナイスキャッチ。でも私たちおやつの時間が一番の目的だよね。あー、今日も楽しかったね。明日もでんでん公園で遊ぼうね。オッケーよ。自転車のサドル熱、こんなの座れないよ。マジ？本当だ。座ったら火傷しちゃいそうだよ。暑すぎて目玉焼きが焼けてしまう勢いだわ。誰もが経験する遊んだ後の自転車熱事件。あー、今日もよく遊んだ。サラちゃん、一体その顔どうしたの？別人になってるわよ。え、本当？そういえばなんだかヒリヒリするな。え、嘘でしょ？ちょっと外で遊んだだけなのに真っ黒だよ。これ元に戻るのかな？でもサラがガングロギャルになったらこんな感じなんだね。昭和に流行ったって SNS で見たことあるよ。ママ、ガングロギャルみたいなメイクして。それで長くてとんがったつけ爪したいな。私の皮膚どうした？突然変異で人種が変わったようだわ。私は知ってるの、日焼け後のお風呂の恐怖を。行くわよ。入る、入らない、入る、まだ入らない、入る、まだ。罰ゲームをした気分だわ。ミヤ、公園暑かったでしょ？熱中症になったら大変だから、アイス食べてひんやりしようね。やったー！今日のママはめっちゃ優しいじゃん。優しすぎて怖いよ。わかります。
優しすぎてその後何があるのか、逆に不安になってしまう。でもとりあえず優しさに甘えてみましょう。食べたいものばかりで選べないよ。何本買っていい？明日の分も買っていいよ。今日のママ最高。早く帰って食べよう。近道しよっか。こっちよ。ママ、本当にこの道で合ってるの？ママに任せて、すぐに家に着くから。あ、暑い。太陽さんがずっと追いかけてくるわ。もう、あっち行ってよ。無理。ママ、アイス溶けちゃったよ。どうする？近道したはずだったのに。ミア、好きなの選んでいいよ。その場で食べたら溶ける心配ないもんね。あっちに座って食べましょう。暑い日のアイスはやっぱ最高だね。暑いの苦手だけど、もうすぐ学校のプールも始まるし、アイスもいっぱい食べれちゃうし、楽しみもいっぱいだよね。あの、ママ。ミア、どうしたの？そんな顔しちゃって。お腹痛い。大変。すぐ病院行きましょう。先生、うちの子大丈夫ですか？ちょっと見てみましょうね。アイス食べ過ぎちゃってお腹冷えちゃったみたいだね。すぐ治るから大丈夫だよ。食べ放題しちゃってごめんなさい。みんなも気をつけてね。あら、急な雨が続くわね。ルナもうすぐ帰ってくる頃なのに、大丈夫かしら。ママただいま。ギリギリセーフで帰ってきたよ。危ないところだった。間に合ってよかったわ。公園は楽しかった。すごく暑かったよ。暑すぎて私のチョコレート大丈夫か心配だったの。大切に置いておいたお菓子が溶ける。もしくは食べられる。まあそんな日もありますよね。どうぞ、暑い日も健やかにお過ごしください。それではまた。今日の動画はいかがでしたか？また一緒に遊ぼうね。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。